ゆきです。あです。ときてアンドバラです。ようこそおいでませー。完全に疲れてる。疲れてる。作業用 BGM トーク第2弾、年末バージョンです。そうですね、年の瀬バージョン。そう、ガキツカの代わりにこれを見てください。見てくれるかな、面白い番組の代わりに。ガキツカさ、ほらみんながさあんまり好きじゃない、あの芸人さんがさいっぱい出てきて体でね、あの体当たり芸みたいな、あれあそこは私は好きなんだけど、結構おもろいから。なんだけどあそこあんま好きじゃないよっていう人いると思うから、あそこの時になったらちょうど私たちのね YouTube 開いてもらって30分ぐらいまで回つぶせるかも。ノーカット動画だね、久しぶりの、タイマーで1時間測っていきたいと思います。ではいいですか、よーいスタート。はい、1時間がスタートしました。でもよく考えたらさ、1時間喋るってなかなか喋ってんじゃん。いや、ほんとそう。前の動画よく喋ってた。いや、すごくないあれ。すごいよ。だって結構ずっと何かのさ、うん、何かしらの話をしてた。そうそうそう。今日はあの暇つぶしアイテムもね、あの1個用意してるので、登場しました。それを途中で、まあ、30分ぐらい経ったらにする、うん、うん、登場させて、喋ることがなくなって、そうだね、そうだね、うん、最終喋ることなくなりすぎた場合は缶詰出てきますから。缶詰食べようね。何の話してたっけ、てか前回何の話したっけ、うん、どうやって喋り出したのかもう覚えてないね。覚えてないね。え、でもなんか面白い話考えてきたでしょみたいな話。あ、そうかも。だったよね。考えてきました。いや、まあそれね、関西人やねんから。っていうかそう思っててんけど、そう、私が最近ね気になってることね、あのなんかちょっと前に関西人やから関西と関東やんみたいな話して、で私は関西弁で喋るから関東弁でみたいなさ言ってたやん。もうそれ以来一度も関西弁使ってない。なんか最初ちょっとディズニーランド行った時ぐらいが若干関西弁を意識してて、あの時期だけ。もうそこからも気づいたら関東弁になってて。関東弁って関東弁、東京弁、標準語。いや、だからほら出ましたよ、標準語。東京の人の悪いところ、東京が標準やと思ってる。いや、よく考えて標準語でしょ。標準語じゃないよ。え、標準語って言わない？言う言う言う。いや、標準語は標準語としてあるけど、標準語と東京弁はまた別に。あ、そうなんだ。え、東京弁、あ、じゃんとか。そう、じゃんとか。あとはある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 って。そうだよ、関西弁を標準だと思ってる人からしたら、あ、イントネーション変って思うかもしれないけど、うん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 、そうか、こっちがスタンダードなんで、大半の人はそっちが標準やと思う、うん、だから今日の1時間トークで私は標準語じゃない、関西弁の練習をします。あ、分かった。そう、オッケー、ということで私は今から関西弁で喋るんでよろしくお願いします。さっき面白い話するって言ってたんで聞いてみようかな。あれ面白い話はね、関西弁で面白い話してる、うん。いや、関西弁で面白い話すのめちゃ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 ハードル高いな。漫談みたいな。漫談で昨日ね、みたいな、どこどこ行ったんですよ。いや、落ちないとあかんやつ。いやだね。私ね、昨日ね、はい、あのイルミネーション見てきた。なんだって、どこの？相模湖プレジャーフォレストっていう。どこ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 ？相模湖の、うん、相模湖ってどこ？相模湖はあ、こう？相模湾？相模湾？違う、湾は下でしょ、うん、海とかでしょ、うん、相模湾の上のとこ、相模湖、うん、静岡県？神奈川県？神奈川県なの？相模原だ。あ、そっか。へー、行きました。どうやった、どうやった？めっちゃ綺麗だったよ。へー、え、写真写真見る？もうなんか規模感がすごかった、神奈川で一番大きいんだって、そのイルミネーションのところが。あ、すごい、すごいよね、すごい。イルミネーションか、イルミネーションの季節ですよ、もう年末なんでね。そうよ、てかクリスマスですからね、うん、まあ、何より、そうそうそう、てかまあそうか、今もうごめん、もう年末ですよ。すいませんでした、間違えました。いやね、ちょっと撮影してるのクリスマス前でね、まあでも時期的にもうクリスマスと年末とってなると冬はイルミネーション見たくなるよね、みんなね、わかるよ。スノボも行かないと。めちゃめちゃ行きたいよ。そうそう、お互いね、あの、うん、スキーやるし、うん、スノボやるから毎年行ってるんだけど、今年は行けるのかな、果たして。いや、絶対に行きたい絶対に行きたいよ。スキーガチ勢と自称しているんで。そう、いや、ガチ勢ではないけどな、ガチ勢ではないんやけど、まあ絶対毎年行ってるから、まあ今年行かんわけにはいかんよなと思ってんねんけど、なんかね、てか普通になんかこう動画撮りながら行けたらいいなと思っていっぱい考えてるの、スキーでなんか企画できないかなってずっと考えてるけど何も思いつかない別にね、無言でさ、だしね、滑ってないなんて。そうなんよね、転んだりとかさ、うん、教え合ったりとかさ、うん、想像すると思うんだけどさ、二、うん、人とも結構滑れるからさ、そう、お互いこう無言じゃみたいな。そうなん
なんよ。無言でこう滑って、うん、その中腹でまた合流して、そうでまた降りたとこで合流して、あれ人の前え、あれ普通じゃない？違うでしょ。え、そう、なんかもっと JR スキースキーの CM だってさ、うん、みんな、なんか全部雪のせいだとかさ、うんうん、スキーがそうさせるみたいな感じでさ、うんうんうん、なんかわっみたいな CM が多いじゃん。 ああいうことじゃないんだって。そういうことなんや。私あれやと思って、リフト乗ってる時以外は別行動のスポーツやと。いや、すごいよね。そうなんや。まあ、でも大体ね、我々は行くとそうだから。ああ、そっかそっか。口紅がついてる。壁に？うん。壁？歯。歯に。壁っつったの？壁に。壁にって何？え、歯に口紅ついてる。え、歯に口紅ついてること壁にっていうの？うん。勉強になったね。また出た？うん、出た。あれさ、一緒にさ、北海道行ったのいつだっけさ、一昨年ちゃう、もう2年経ってんの前で。やばい。え、てか私は北海道もう一回行くんやったらニセコ行きたいね。まあそうだね、うん、行ったしね。ニセコ、まあルッスも全然良かったから、てかルッスでもいいんやけどね、うん、そう。え、ニセコもさ、ルッスみたいな感じでさ、うん、あの施設みたいになってる。ないないない。あ、ニセコはもっとガチでロッジみたいな。そうでもルッスはもうリゾート地。そうだからマジでコロナ落ち着いたら行きたいな。行きたいわ。 GoTo が使えたら一番いいよ、ね、それはね。それはそう。 GoTo はさ、でももう分からんもんな今な。でも来年の中旬までやるって。来年の中旬、うん、あ、6月ってことだ。そう。おー、でも、あ、そういうこと。今年でも、今年スキー行かれへんくない？そのなんか、あのあれまあだから2、3月になってみて、ちょっと落ち着いてる可能性にかける人がいる。あ、そういうことね。あ、そういうことね。はい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 。来年の6月までやるんであれば、うんうん、いけるじゃん。そうね、うん、いや、そんなん今年3月とかさ、え、ニセコ行けるわ、もうウルトラハッピーよ、うん、だから、まあ、その、まあ、GoTo はコロナ次第だけど、うん、行けたらいいよね。そうね、それはそうね。まあでもどっちにしろ近場でスキーは行きたいな、うん、行きたい。車で行きたい。てか車で旅行の、なんか旅行じゃなくても車でお出かけ企画をやりたい。私は、あ、いいよ、全然ずっと言ってるけど、車行ってるんだ。だから車をなんかいかにして車を使ってなんか遊べないかなってずっと考えてるんやけど、なかなかね、車でお出かけってね、ドライブってそんなになんか特にこう、なんだろう、撮ったりすることもないから。そうなんかこう乗ってるのが楽しいみたいな感じじゃん、うん、ゲーム要素的なことを考えてなんかやれば、その企画にというかね、撮っててもなんか面白くなるけど、めちゃめちゃ大変だよね、車でスゴロゴとかってことでしょ。そういうことそれよくテレビでやってるよね。あ、やってるね。バスの旅とかさ。あー、はい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 。あー、あるな。なんかインターチェンジでやる。あー、やりたい。おもろそう、うん、高速乗ってるでしょ。そう。あ、やりたい。1ってやったら、もう次のインターチェンジ。あ、めっちゃおもろいやん、それ。何それ。高速スゴロク。え、楽しい。やりたー。え、やりたい、財力って感じ。何回乗って降りるんだ。そうね。いや、でもインターチェンジだったら別に降りんでいいけどさ、うんうん、そのどこまで行くんだよ、折り返し地点どこって感じ。確かにね、まあ、満足するまでじゃない。ああ、なるほどね。あ、もうこれで満足ってなったら折り返して帰ってくる、うん、何時までとか決めてさ。ああ、なるほどね。確かに。え、おもろそう。超やりたい。何それ。あれだしね、あの、パーキングエリア巡るでもいいと思うし。いや、それはやりたいね、パーキングエリア巡りとかも。でも、そのスゴロクおもろいかもな、うん。行きたいパーキングエリア行かれへんみたいな。いや、なんもないか。そうそう。え、みんな、あーサービスエリアじゃなくてパーキングやったみたいな。トイレと自販機しかないよ。めっちゃおもろいやん。それめっちゃいいやん。え、それやりたいな。面白いかも。うん、それはやりたい。そういうね、なんか楽しいお出かけ、うん、外に出る企画をね、お家ばっかりだから最近ね、何かやりたいね。お家ばっかりじゃねえわ、全然 USJ 行ったわ。めちゃめちゃ USJ 行ったわ。外全然行ってない。なんかさ、USJ 行った日さ、なんかバタバタしてたじゃん。だからその日の思い出がほぼないけどさ、動画をさ、編集して、私が思い出した。そう、え、ユニバ行ってるこの人みたいな。分かる、分かる。見て思わなかった。帰りの飛行機ですらだって、うん、なんか大阪行ったっけみたいな。大阪の空港にいるのに、うん、なんかまだ東京にいる気分だよねって言ってたよね。そう、なんか羽田に帰ってきて、え、羽田にいるみたいな。今から行くんだって。そうそうそう、名店主だね。だ
感じだったから、そうすごい行った気なかってんけど、やっぱ動画を見るとこの人ら行ってるわユニバって、うん、まあね、動画撮ってる間のことはねあんま記憶にないからね。そう動画撮らずに、だからもうマックス楽しんだのはあのドラえもんの前、イエーイってなったんですよね。一番あん時が一番楽しかったかもしれないな。テンション上がったな、うん、さすがマジで。カメラ撮ってたらもうとんでもない声入ってる。本当でした。頭おかしかった、声出なかった。いやほんまに、なんかそのお姉さんがその声かけてくれたって言ってたやん。その時もなんか普通になんかぜひぜひ乗ってってくださいみたいな感じのこういうテンションやったな。それに対して私がえまだ慣れるんですかみたいな、そんな通販番組みたいなやり取りをしてた。こんな安く、そうそんなバカだみたいな感じみたいな感じのテンションだ。並びますよ、急いでください。乗り良かったな、あの人。良かったね。良かったわ。楽しかったね。楽しかった。またなんかあれだね、コロナ落ち着いてこう時間、あの7時閉園で早かったしね。ちょっとこうゆっくり行ける時にまあ楽しめたらいいなっていう感じでしたね。朝めっちゃギリギリだったもん。そうやばかったね。そもそも私がなんか空港に着いたのが出発の30分。そうなのよ。マジでさ、あの何、空港ってさ、搭乗口に入るのがさ30分前までじゃん。あの出国じゃないわ、何、出国ゲートみたいな。手荷物検査だね。そう荷物検査場の入場。そう30分前にお済ませくださいみたいな。で私は結構1時間前ぐらいからちょっと座っとって、でそう座っとったらなんかその時になんか知らん男女2人に話しかけられて、本当って感じ。そうなんかあの羽田空港ってみたいな、ご飯食べるとこあるんですかみたいな感じ聞かれて、いや知らんやんと思って、それはもうネット調べみたいな、携帯持ってないの。一人でいる時にね。そうで多分大体20代から30代、まあ20代後半ぐらいの人かな、2人の男女組に話しかけられて、そうで絶対に携帯持ってるの、絶対携帯持ってるから、もう私はもう万引きされるんやと思ってもう怖くて、空港にね狙われてるんじゃない。そんな怪しい2人組に、だからカバンをポケッてして、あはいみたいな、ちょっとわかんないですねみたいなこと言いながら、でも一応調べてあげて、あなんかここは開くみたいですよ、調べてあげたの。調べてあげて、でなんかここは何時から開くみたいですねみたいな感じで言ったら、なんかあそうなんですね、へえみたいな、でもうーんとか言って、いかんのかいと思って調べたのに福岡の方行くらしかったんけど、飛行機が出るのがあと2時間ぐらいあるって言われて、あと2時間ぐらいあるからそのカフェかなんかで時間潰したいけど、その時間がちょうど6時半ぐらいで、まだどこのカフェも空いてない時間やったから、そのどっかカフェ空いてないですかねっていう話やってんけど、で6時半からやってるカフェがあったから、あここの何階にはありますよって言ったら、なんかでもあそこのカフェもう空きそうですよねみたいな、そっとすぐそこにあったカフェ、いやもうじゃあ私に聞かんでよかった、飽きそうやったよ。もしかしてさ YouTuber だったじゃないその人たちも。あ逆に企画で、あ突然話しかけたらカメラ持ってなかった。なんか本当はなんか期待してた返しがあったんじゃない、あついてきてくれるのかとかいう話だったのかな。あそういうこと、そういやそんな感じでもなかったけどな、なんかでもすごいあのフレンドリーにずっと話しかけてくれて、まあ、最終的にはなんかあのさよならって感じで行って、その空き巣をやったカフェに言い張ってんけど、うん、すごい謎の2人組やったな、元気かなどうしたんだろうね、結局めっちゃ雑談したもん、そのなんか、うん、なんで大阪行くんですかとか、そのなんかどこ出身なんですかとか、なんかおいくつですかとか、なんかめちゃくちゃ聞かれて、うん、仕事は何されてるの、怖ーと思ってさ、そんな聞かれると思って、そうマルチ商法の勧誘なのかな、そうまあでもそのまま終わりましたけれどもね、まあそんなこんながあって私はその1時間ぐらいね待ってたわけですよ。で、まあ、待ってたっていうか私は早めに行きたい人だから全然それは良かったんけど、でなんかその一応あの7時に待ち合わせ時間をね、そう7時に入らないといけないリミットやったから45分待ち合わせって言ってて、この人は55分になっても来なくてで私焦ってもうあと5分しかないみたいな、もう飛行機乗れなくなるぞって大パニックでもどうしようどうしようと思って、なんかその一番来そうな入り口のところの周りとかずっとうろうろしてそうだったでなんかそので LINE してさ、分かりそうって最終的に電話かかってきてそうでなんか電話で、であのどこどこの何番のところにおるって言われて、あよかった会えたと思って、ギリギリもうほんまにぴったりぐらいだったの、30分前ぐらいに通過して大丈夫だよ、でも30分前に入って、そうあれ多分大丈夫やね、うん、そうそれは知ってんねんけどでも慌て具合がそう真顔だったもん、ずっと早く入んなきゃ遅いなこの人っていう顔してた感じ
そういうのないねんけど、うん、なんかただただもう不安っていうどうしようみたいな計画通りに進まないだけでパニックになってきてるから、まあ、分かる分かる、うん、っていう感じで、でもよかった間に合って普通に飛行機には乗れたな、うんうん、飛行機楽しかったですか。飛行機楽しかった。飛行機大好き人間。そう、飛行機マジで好きなの何が好きかってもうなんかあの狭い空間でこうじっと座っとかないといけないっていうのが楽しい。私逆ダメなんだよね。ね、そうやんな。そう、停車恐怖症だからね。あー、そうそう、なんか身動き取れないとパニックになっちゃうパニックやばい。パニックパニックマジか。あ、今動いたら殺されるみたいなそういえばさ、帰りの飛行機でさ、なんかあの飛行機がさ発車するときなんかみたいな音なってんな。そしてそれ飛行機から異常な音がしたの警報音みたいなのがしたんですてなんか普通にエンジンとかがちょっと高い音鳴らすときあるやん。あの感じのやつでなんかもう横見たら落ちへんかなみたいなでも、まあ、死を覚悟してるけど、やっぱなんかこの飛行機ちょっと異常が発生するのでこのまま出るんだと思ってもうなんかそのまま死んだ後の想像までしてるぐらいの顔してておもろかったな。確かにそれはもう、うん、着陸寸前とかでもさ落ちるって思う。着陸寸前は、まあ、まだ、うん、あ、そうなんや。だってさ、その行くまで結構近いじゃん、うんうんうん、ワンちゃんさ降りれるじゃない。はいはいはい、はい、しかもなんか人来るやつ、うんうんうん、もうあと会場でさ落ちたらさもうどうするのみたいな。確かに。なんか手荷物をさ持たないで逃げてくださいって言われるじゃん、うんうん、あれで手荷物本当に持たないのって思ったりとか。わかる、それめっちゃ思うね。携帯も持っちゃダメなのかなって。そうそうそう、携帯ここに持っとこうと思って。わかるわかるわかる。緊急にないでめちゃくちゃわかる。カバンこうやってできないから。そう、わかるわ。最初の説明でさ、なんか手荷物を持たずに移動してくださいみたいな。まあわかるやん。ヒールは履かないでくださいみたいな。そう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 。ヒール履いたらダメじゃんね。飛行機乗るときヒール履けないじゃん。そう。いや本当にそれは思うよね。だからなんか自分がほんまに今からあの緊急脱出しますってなったときに、ほんまに何も持たずにさ出れるかって無理。無理だよ。なんかポケットに。携帯だけは絶対持つよね。持っちゃうと思う。私も普通に友達とかさ家族に心配かけるじゃん、うん、だって、うん、行くよってことは言ってるからさ、うんうんうん、なんか事故がありましたとかニュースやったら絶対 LINE とか来るじゃん、ね、そう。私連絡取れなかったら怖いしね。てか、ね、番号分かる電話番号って自分のなんかその知り合いの。あ、知り合いの。分かんない分かんない。だから携帯ないと無理じゃん。まあ無理無理。そうそうそう、実家の番号ぐらいじゃない。確かにそうね、うん、それはそうだわ。だから携帯ないと誰にも連絡取れないんだなと思って。確かに携帯持っとこうと思って、うんうん、それはね受け取るときは持ってやつ。いやあれほんまに緊急出すってなったらどうなんねやろうって思うもんな。でも、ね、置いてくんやろうな多分な、うん、カバンに入ってたら置いてくだろう。まあね、持ってたら持ってく。あ、まあ、そうだね、持ってたら持っていくだろうけど。でも昨日それこそイルミネーション見た時観覧車に乗ったんだけど、うん、なんかその観覧車がボロすぎて飛行機よりも全然恐怖だったわ私は観覧車無理よ。あ、本当。うん、観覧車こそなんかそのやっぱ落ちるやん。コナン飲みすぎで。なんでわかった？そうなんよ。コナン飲みすぎで観覧車は落ちると思ってるから。うん、こうなってそう。そのネジが外れた。そう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 。ガコーンってなって、うわーみたいなところは想像できるから、それが怖いよな。怖かったな観覧車っていうのは。なんかもう錆びてるのよ全部。なんで乗った？行けると思った。暗くて。うん、錆びてるのとか、なんかどれくらいの高さなのかちょっとよくイメージができなくて、あ、まあ、でもなんかイルミネーションだし乗るかみたいな。あ、なるほどね。夜景が綺麗かもしれないと思って、うんうんね、確かに確かに。夜景はどうだった？夜景は微妙だった。微妙なんだ山の中にありすぎてさ、あんまビルとかないから、はいはいはい、しかも昼間なら多分山の景色と空と見えるけど、うん、真っ暗だからさ。あ、なるほどね。何も見えなかった。それはまあしょうがない。イルミネーションもちょっと上から見れるかなぐらい。あ、なんかポールが近いじゃない。ポールもちょっと錆びてて、うんうんうん、あ、これやばい、死ぬかもしれないって思ってた。観覧車ってほんまに怖いよな。なんであんな怖いんやろな。私結構高いところの方がどっちかというと怖いから。あ、 そう、それで無理かな。なんか前大阪に違う友達行った時にさ、うん、その大阪の梅田の駅のさ、あ、ヘップの、そう、うん、観覧車乗ったけど、あれやばいね。あ、そうなんや。本当にやばいよ。あの、いや、あれ乗ったことない。だってビル一番高いぐらいのビルじゃん、あれが、うん、そもそも、うん、よりさ倍ぐらいの高さに、まあね、あれは本当に飛行機より怖かった。あ、でもあるか、
中学校の時に一回乗ったことあるわ。うん、覚えてないあんま。いや、なんかでも覚えてるけど、なんかすごい笑いながら友達の動画撮ってたけど、すごい余裕だねとかやって撮ってた気はする。めちゃめちゃ怖かったもん、友達と二人でこんなの。なんで乗ったマジで。それは乗る前はさ、行けると思わない、うん、観覧車って、うん、まあわかる。観覧車ってなんかさ、乗りたいとは思うね、うん、でもこう半分行くともう降りたくなるよね。わかるわかる。観覧車はね、もう乗らんでいいって分かってるねんけど乗っちゃうねんな。でもなんか昔は確かに大丈夫だった気もする。なんか年を重ねるごとに高いところがダメになってる気がするんだよね。わかる。ジェットコースターとかもそうじゃない。あーそうね、だんだん怖くなってくる。確かに分かるようになってきたから、なんかそのリアルな ね、 ね、そう。まあ、ジェットコースターでも全然私は怖くないけど、あ、てかまあ毎回死ぬ気で乗ってるから。ちゃんと書くと死ぬと思いながら、まあ、今回のジェットコースター死んでもいいですかっていう問いのなんか、その同意書を毎回自分の心の中で書いてる。そうなん、そうそうそう。後悔ないですか。でも後悔ない、ここで死んでも後悔ないですか。はい。ここある時はじゃあ乗らない。乗らない。喧嘩した時あととか乗らない。喧嘩した後、人と喧嘩別れした後。ああ、喧嘩別れした後は乗らんかもな。どうなんだろう。分からん分からん。乗るでしょ。乗るでしょうね。乗るけど。まあでもそんなにこう。まあでも分からん。そんななんか喧嘩別れしてすごい未練残る人とは喧嘩別れせんの。家族とかさ。ああ。喧嘩しない。しない。あ、しないんだ。しないね。え、なんかそんななんか何。もう知らない。ちっちゃい時とかあるじゃん。ちっちゃい時。超。中学、中高。ごめん、その同意書書いてるのは、まあ、成人してから。全然と大人になってからの話。そうなんだ、じゃないわ。ちっちゃい頃は何も考えてない。みたいな。何も考えて持ってるから、本当に。ジェットコースター死ぬものって知らないもん。ちっちゃい頃。確かにね。バカだから。絶対あれだと思うよ。大人がみんな乗ってんだもん。そう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 。でもディズニーのさ、乗り物ってなんか全部安心して乗れない。乗れる。ディズニーは確かに、同意書必要なのはあれぐらい、スペースマウンテンぐらいじゃん。ああ、あれは降りた落ちたら死ぬ。あれはあの命の同意書っていうよりなんか腕が引きちぎれてもいいですかの同意書に丸してる。腕腕上げたらさ、うん、なんで上げんの、なんか触りそうじゃない。なんで上げんの。上げるでしょ。上げんや。狭いからさ、うん、レール取れる。わかるよ。すごい上のレールぶつかったら腕取れるなと思いながら腕上げる。あの、分かる。腕私も結構上げんねんけど、なんか上げたらあかんねんけどさ、ほんま、なんかユニバのさジェットコースター腕当たりそうじゃない。え、どこね。あのなんかね、ユニバのなんか途中でこうモンモンってなるところ、ハリウッドドリームの途中でこうやってハッってなる。へぇー、ほんまに。やつ結構やばんの。え、スペースマウンテンって腕上げてダメ。スペースマウンテン、え、じゃなくてジェットコースター全般基本はさ、腕は上げないでくださいねって言われるやん。あ、そうなの。そう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 。え、言われたことない。嘘。え、だってさ、あのジュラシックパークの時にさ、こうフィーってやってるやつさ。あ、そうなんだ。え、知らんの、あの映像。マジ。え、なんかユニバのさ、USJ のジェットコースターって腕上げたらダメなんだ。え、分からへん。基本は腕は上げないようにっていうのが多分ベースやったと思うね。そうなんだ。そうそうそう。分からへん。違うの。え、分かんない。調べて。そういうルールあるの知らなかった。出てくるんかな。バカな調べ。ジェットコースター手を挙げる。でもディズニーの注意事項で手は挙げないでくださいってあんま見たことない。外には出さないでくださいって書いてあるけど。あー、そういうこと。そうだね、なんか注意書きとして手を離すと危険ですみたいな、そういうやつだわ多分。ハリウッドドリームのだから、え、後半かな。トンネルじゃなくて、トンネルの手前かな。え、なんかこうウォンウォンってなるときに、この2回目の方かな、多分上の下を通るときあんのやん。前レールのそこで手当たりそうやなってちょっと思うから、いつも手それは見えてるからさ、位置分かるかな。あ、分かる。スペースマウンテンくらいからさ。あ、そうだね。それはそう、それはそう。確かに。いつの間にかちぎれてるな、いつの間にか首飛んでんなって。怖いな。首は飛ばんよ。真珠のネックレスに首飛んじゃうな。すぐコナンの話。全部コナンにつなげる。暗いとダメだなって思う、うん、そうね、確かに暗いのは怖いね。そうそうそう。確かにスペースマウンテン乗るときいつもその、てか暗いトンネルのところ通ったらいつもコナンのこと思い出す。ピチャンみたいな。ピチャン。ピチャン来ないかなってちょっと怖いもん。わかるわ。あれどう考えても無理やけどな。だってさ、あれ一回たぶんすり抜けてこうやって行ってこうやって。いや、すごい。どんだけ遅いジェットコースター。本当に無理やろそんな。
やりましょう。30分経ちましたよ。はい、喋ってる、だいぶ喋ったね。声ガラガラになりそうな勢いじゃあこれね、今日の暇つぶせアイテムはこちら。お土産で買った怪盗グルーの、そう、かわいい、7種類あってね。ね、シークレット入ってるかな。ミニオンが3個とグルーとアグネスっていう、あの一番下の子とユニコーンね、とシークレット。あ、待って待って、ここにいるわ、テディの人なんだっけ、こいつの名前、ティムだ。ティム、ボブ、ティム持ってるわ、このティム当たりじゃん、これボブ。じゃあ開けてみますか。誰だと思う、下開けてみる。ボブがいい。マジ、私はね、ユニコーン。なんで、何、何笑うの。どこに出てくるか、この知らん、知らんけど。世界最小級ブル、イエイ。お、あ、ミニオンちゃん。ミニオンの何か。あ、ボブだ。ボブだ、やったー。ボブ当たりました。ナンバー何かが分かんない。あ、何？これはスチュアート。スチュアート。一つ目の人です。一つ目の人。あー、はい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 。一つ目の人ね。やったー。ちょっとこれめっちゃ大変ちゃうこれ。うん、すんごいパーツ多いよ。はい、ちょっと頑張っていきたいと思います。喋りながらね。こういうプラモ系のは得意ですか？めっちゃ苦手。私も苦手。パーツなくしそう。これパーツなくしたらさ、もう組み立てれんってこと？この絵の絵がね、こういう感じでね、こういう感じでね、描かれてるんですよ。これのに沿って組み立てていくって感じ。とりあえず一番下は並べるってことだ。ああ、そういうことね。むずっ。これ30分で終わるから。終わらん説ある、完全に。やばい、これ黙っちゃうわ。集中しちゃうね。マジで最近そのさ、まあ、外出自粛じゃないけどさ、そういうことが続いてるからさ、あんまりこう外に出る機会がないということで、もうマジでトークネタがないよね。なんか面白を見つけるための1週間みたいな感じで過ごしたら、もしかしたら見つかるかもしれない。それがいいかも。やってみる。面白集め1週間。面白い画像撮った方がいい。ああ、いいじゃん。なんそれ。いい。面白い画像ね。自販機の表示が変だ。ああ、はい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 。まあ、確かにそういうのって結構あるよな。この今さ、うわ、これめちゃめちゃおもろいけど誰にも言う人いっこらみたいなやつ。あるある。最近の流行曲って何ですか？ディッシュの猫。何それ、ディッシュの猫。知らん。でデンデンデデデデ。あー、知ってる。でん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 、あやうさもんで。あー、知ってる。猫になったんだよな。みんなさ、なんでそんなさ、音楽のさ、流行りについていけてるのって思う。ゆきちゃんのさ、ギター的な動画は上がらないんですか？私が弾き語り動画見たいか。で、私を見たい。見たい。みんな見たいでしょ。ちょっとみんなコメントで見たいって、見たい言うてくれたら、ゆきちゃんがしてくれるかもしれない。需要があるんだったらね、人もいる。ああ、そうなんだ、へえ。ちょっとみんなマジでコメントで、あの、見たいって言ってね、弾き語り動画見たかったらコメントお願いします。お願いします。でもこれ結構できてきたかも、私。マジやった、一段目ができた。おっそ、細かい作業苦手？もともとめっちゃ苦手。あ、そうなんや。なんかさ、私こういうのちっちゃい時そういえば好きやったわ。へえ。何やっけな、あ、鶴のさ、折り紙とかせんかった？あー、したけど。そう、それで好きではなかった。あ、そうなんや。4つに1個の折り紙切るやん、ちっちゃくするやん。それをさらに4つに切るやん、でそれをさらに4つに切るやんみたいな感じのちっちゃい折り紙で鶴を折るのが趣味やん。怖っ。やめて、なんでそんなこと言うの。怖とか言わない。そんな人怖いよ。いやでも、やらんかった、みんな。ちっちゃ、めちゃめちゃちっちゃい鶴折るみたいな。全然やったことないんだけど。そう、でそれを見たその先生とかがさ、うわーみたいな、すごいじゃんちゃんみたいな感じでさ、褒めてくれるやん。もうそれでもいい気になって、いい気になって、もうどんどんちっちゃくして、もう気持ち悪かったよな、そっち。怖い。何かわからんぐらいちっちゃいもので折り紙してんの。それ今さ、なんかネットとかあったら絶対さ、流行ってたっていうか、あー、バズる。話題になってた。今の時代ってすごいよな、マジ。みんなさ、学
校でさ、TikTok とかすんねやろ。いや、みんなさ、高校生とかみんな学校で TikTok してるよ。すごくない？あれ信じられへんもん。だって私の時代はさ、もうなんか携帯持ち込み禁止。そう、そうなのよ。私らの時代はさ、携帯って学校に持ってってあかんもんやったからさ、ほんまに私もう律儀に守って携帯持って行ってなかったかというとそんなことないねんけどそんなことないけど、でも学校の中で携帯取り出す勇気はなかったよね。 LINE もちょっと初期の頃ガラケーでさ。ああ、そうなんや。そういえばそうやな、最初ガラケーやったな、ずっと、うんうん、そうやわ、出会って頃ガラケーやもん。そうガラケーまだ私置いてあんねや家に。で電源つけたらやっぱ昔撮ったさ、あのガラケーの写メみたいに出てくるやん、うん、あれにあのクワさんのピンション入ってるガラケーでピンションってさすがにさ画質悪いからさ、よく撮ってたなって思う。そう、それが待ち受けてるやめて開いたら、開いたらそれが待ち受けに、あ、いや今はちゃんと思うけど、うん、その当時はそれを待ち受けにしてた。やばくはないか、別にやめて、やばいとか言わないの自分でどう思うの、やばいかやばくないか。やばいなんかね、当時私お笑いの追っかけをさ昔しとったからさ、その時にファンやった芸人さんがおって、その芸人さんのライブに行って、でその芸人さんの写真とか撮らせてもらったりとか、通称撮ったりとかして遊んどってんやん。遊んどったっていうか、まあそういう風にファン、楽しんでいた。そうそう、楽しんでいてんけど、その時の写真みたいなのが残ってて、まあそれがね出てきましたよって話。でもよく考えたらさ、関西にいたのによく関東まで遠征してたよ。ほんまに関西に芸人さん好きってさ、結構関東と関西で分かれたりするんだけど、うんうんうん、関西にもめっちゃ芸人さんいるわけよ。でも関西の人なのに関東の芸人さんが好きで関東にわざわざ遠征に行ったあんなに関西にめっちゃお笑い芸人の人いっぱいいるのすごいよ、ほんとその熱量が。確かにね、よう通ってたよな、マジで。すごいと思うわ、自分で。こうできて、やこうで帰ってね。その時にね、我々は知り合ったんです。そうなんですよ、そうなんですよ。我々のね、出会いはもうそのお笑いのファンですからね。懐かしいな、あの時期、ね、なんかでもあの時期懐かしいなと思って、無限大とかさ、その劇場ね、うん、お笑いの劇場行っても、あんまその時の気持ちにはなれなくて悲しくなるよ。そうなんよ、今劇場に行ってもね、やっぱ当時の熱量はないから。なんかでも当時ってさ、なんかその芸人さん見に行ったのもあるけど、知り合いに会いに行ってたところもあるし、あ、あるあるある。なんかそういう知り合いもいなくなったことの寂しさもあるし、あるね。私ディズニーもさ通ってたからさ、ディズニーもさ、なんか昔通ってた時にやってたショーが全部なくなっててさ、あー、そっか、はぁ、ちょっとなんか切ない気持ちになるよ。あー、やっぱなんか人はさ、ちゃんと成長すんねんなって思うよな。だからみんなはほんまに今学生のね時間を一番大切にしてほしいと思う、マジで。私みたいにひねくれて、なんかひねくれて、なんかちょっとさ、うん、なんか高校生がやる遊びをさ、ちょっと車に構えて見ちゃったのよ、ずっと。なんかぽいことしてるなみたいな、はい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 、思ってたから、はいはい、あ、そうなんや。そうそうそう、そういうなんか損することはしない方がいいよっていうまあでもそうね、学生の時にしかね遊べないこととかってあるから、絶対に。なんか私は多分クラスにいたら TikTok なんて絶対撮ってるタイプじゃないから。ああ、でもやりたい気持ちは ね、うん、あったけど、うん、でも恥ずかしいじゃないけどさ、はいはいはい、なんだろう、ちょっと車に構えちゃって、やってるよみたいな思っちゃってたから、うんうん、そういうのは思わずにひねくれずに育ってほしい、みんなにはそうだね、うん、だから流行り事をねやるのはなんか良くないみたいな。あ、そう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 、なんだろう、流されないよ私はみたいな、うんうん、なんかこう無駄なプライドみたいなのね、うんうん、ある時ってあるんだけど、そう、それを、まあ、なくてもいいよなって思うこともあるよね、うんうん、大きくなると。まあ、でも昔はあるよね、わかる、あるある、なんか私は違うよみたいな、そう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 、みんなとはみんなと違うよみたいな、そうって思いたいから、うん、そうやってなんかいろいろね、なんだろう、やらない、あえてやりませんみたいな風にね、うんうん、やっちゃったり、まあ、反抗期じゃないけどそんな感じだよね、思春期の痛いやつ、そう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 みたいなのがあるんだけど、うん、本当にね、あの、うん、そういうのはもったいないよね、無駄というか、そうそうそう、なくてもいい、全然。だからみんなはもうこういう変なプライドね、なく、もうやりたいことをね、やりたい時にやっていくのが一番いい、正直になってね。まあ別にやりたくなかったらね、やる、無理にやることはないから、うん、本当にやりたくないんだったらいいと思うんだけどね。なんかこう、流されないぞ、俺は、みたいな感じとかね、私はそんなこと、みたいな感じで思ってるんだったら、もうぜひやってください、それは。
ということで完成しました。早いんだけど、見て、え、かわいい。こんな感じ。ボブもできた。いるよ、ほら。え、かわいい。多いでしょ。めっちゃかわいいよ、これマジで。思ったより私早く終わりましたね。全然終わらないですけど、頑張ってください。あ、こっちのブロックだった、間違えた。トーク時間が終わってしまいますよ。残り10分です。やばい、終わらないもん。じゃあね、小雪がなんだかんだしてる間に私がトークでもしましょうかね。お題を提供してください。あの、相槌とか話に乗ることはできるんで。考えてこないといけなかったな。確かに。今日1時間喋るっていうことをちょっと自覚が薄すぎた。我々は。確かにね。なんか前の方が何話すか確かにちょっと決めてたかも。ね、考えてたよね。いや、その最近配信をさしなくなって喋りの機会が減ったんよね。前回さ、トーク動画撮った時はね、ポコジャっていうライブ配信アプリで配信してたから、それで結構喋る機会があったんだけど、最近そのポコちゃんもやめて、インスタライブできる時だけちょっとやるよみたいな感じで、まあ週1回未満ですね、やってるんですけど、あ、なんで皆さんね、よければインスタグラムフォローしてください。概要欄に貼ってまーす。なんだけど、そう。でもほとんど本当にライブ配信しなくなっちゃって、で、インスタライブもそんなね、やっぱ見に来る人そんなにいないから、ポコちゃんほど。本当にトーク力が落ちてしまっている気がする。昨日ねインスタライブしたんだけど、マジで何も喋ってなかった。なんか普通に来てくれた人がくれた会話をこう続けるぐらいしかやってなかったから。よく毎日やってたよ。いや本当にね、すごかったと思う。何喋ってるのって言ったの思ってた。本当にすごかったと思うわ。頑張ってた私あの時。でもまあ今はね YouTube を見てくれる人がさ、そう、最近マジでさ増えたなと思う。普通に、うん、普通に増えた。コメントもなんか、そう、なんかね、してくれる人増えたし、そう、すっげー嬉しい。もう本当にみんなありがとう。マジで、あ、なんか本当に嬉しいんですよ私は。だからそれはすごい良かったなと思うんで、まあ頑張りがいがありますね。しょうもないことばっかりで、このあるあるとかマジでしょうもないなと思って編集してたもん。いいじゃん。いやね、あれでも私ね、あの編集する前はもう絶望的に面白くないと思ったのよ。こんな面白くないことして、いや大丈夫私たちと思ってたの本当に。でも編集したら、あれちょっとだけ面白いかも。面白いよ。いや、むしろこのあるあるボツにしようとしてたじゃん。え、そうそうそう、そうボツにしようとして、なんか、あ、結構あれね、前に撮ったやつなんだけど、全然私があげなくて、で、小雪ちゃんがさ、あれ面白いな、なんであげないのみたいな言われて、面白いのに。そう。で、なんか、いや、でもな、みたいな、これ本当に面白いんかなと思って、そう、編集してみたら、本当に面白かったから、結構面白かったよ。小雪の言うことに間違いはないんだって思った、私は。考え直しましたよ。面白かったよ。そう、だから、やっぱやってみてね、やってみること大事だよね。意外とこれ面白いだろうって思ってたやつはそんな面白くなかったりするから、だからちょっと狙ってるのは受けない。そう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 、そうなんよね。だから難しいよね、うん、なんか昨日もインスタライブでさ、あの結構ねよく見てくれてる、ね、人がいるんですけど、その方がねおっしゃるにはね、面白系をよろしくって、なんだっけな、お笑い、何系って言ったっけな、なんかそういう面白系の動画よろしくって言ってて、あ、そう、面白系って何かなと思って。確かに、ジャンルが、そう、ジャンル広すぎて、コントしろってことかな。コントする。でもちょっとやってみたいかも。え、本当に。てか別になんかそのコント動画じゃないけどさ、なんだろう、ちょっとさ芝居が入ってるような、うん、まあ言ったらあるあるもそうじゃん、うん、ああいう動画楽しいからちょっとやりたいよね、普通に。来年のザ・ W を目指して。ザ・W？ うん。え、何それ。え、知らない。テレビで告知してるじゃん。ザ・ W 知らない。何、3時のヒロインだって去年それで優勝したから。あ、そうなんや。テレビ見てないでしょ。テレビ見てない。そう、テレビ見てないよな。見えないとあかんな。でもマジで YouTube しか見てない、正直。よくない。気をつけます。いろいろ見ないと。いや、ほんまにそうよ。ほんまにそう。なんでこんなに難しいのこれ。まだやった。まだこの人、この人さっきからね、机から落ちるという段階でもう困ってる。これよし。これくっつけて、これ、え、一瞬だ。そりゃそうだろ。すごい。爪がないから、うん、私はね、爪結構短く切るタイプの人間なんでね、あの爪塗りとかしないのよ。爪塗り。ネイル。ネイル、ネイル。え、ネイルさ、みんなネイルできる人。なんかネイルってさ、なんか自分で、そう、やることはできるんだけど、そうじゃなくて、そのネイルをしてるときに心が苦しくなるタイプかならないタイプか。どういうこと？してるときに心苦しい。その爪の気持ちになってしまうことを分かる？爪に塗るやん。そしたら爪はこう蓋されて息できへんやん。いや、もう爪が苦しい苦しいって言ってるところを想像してしまって、あ、ごめんね、爪
乾かしたくなってしまうから。そんなことある？え、みんな思わんの？え、ないよ。ほんまに？ないない。え、じゃあ今爪に対してどう思ってんの？別に、やば、伸びたなぐらい。爪も生きてるんやから。生きて、ほんま、生きてるか。そう、爪ってさ、そのさ、あ、ごめん、まあ、一応ね、呼吸してるみたいな。そう、なんかこの爪のさ、根元の方はちょっとさ、若い爪でこう真ん中あって古い爪になったら白くなるみたいな言うやん、うん、この原理をね、ちっちゃい頃私は親に教わって、うん、だからこの爪は生きててみたいな、爪は生きてるからどんどんこう伸びてくるんやでみたいな風に言われたから、もう私は爪を生き物として小さい頃に捉えてたわけ。爪に蓋をするのがかわいそうやなと思っていた。ネイルがかわいそうだな。そう、ネイルは生きできへんなと思ってて。へえ、だってさ、猫をさ、ビニール袋に閉じ込めるのって一緒やで。爪に巻き加えるのは生きできないね、うん、かわいそうやと思う。猫をビニール袋に詰めるなんて、もうそんなんしたらさ動画でそんなんしてみ、もうすごいやん。やけど、ネイルの動画なんかさ、全然炎上せえへん、うん、なんで？爪はだって、自分の体とかいいんだろ。そうか、自分の体やからいいか。はい、わかりました。納得できました。納得できました。そうや、みんなに見てほしいもんがあんねん。聞いて聞いて。ここにクリスマスツリーあるやんか。クリスマスツリーの時に登場したこちら、タケコプターです。これね、回らなかったんけど、ちょっとみんなに回るところをお見せしたいと思います、今回ね。はい、行きます。3、2、1。タケコプター。すごーい。すごいにゃんねー。すごいね。わあ。結構風来るでしょ。風量すごいな。そう。これね、なんかその USB でさせる、なんだっけ、扇風機みたいな感じで書いてあってんやん。で、カッターはいいんやけどさ。この角度で誰が使うのこの、この扇風機マジでさ、この角度冷やしたい人絶対おらんの。この角度でしかつかないの。え、この角度でしかつかへんよ。だってここがもう固定、ここが棒や、棒やねんからさ。え、それあれな、曲がったりとかしないの。しないしない。へ、あ、する冤罪だ。扇風機に謝れ。曲がった、みんな。いや、曲がる見た目してるもんだって。曲がるビジュアルしてるのに曲がんないのと思って。私これピンとした状態でしか使えへんねんと思った。そう、じゃあ使えるやんこれ。あ、すごい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 、上向いてる上向いてる。タケコプターっぽい、タケコプターっぽい。でもここに顔やんないとな。でもこれこうしたらいいやん。あ、それだ。あ、それじゃん。なんかでも微妙やわ、角度つきにくいね。これでもダイソーに売ってたんでね、みんな欲しかったらダイソー行ったらね、売ってるよ。最近さ、マジパソコンとお友達すぎて毎日パソコン持って歩いててさ、マジで筋トレになってる。重いよ。そう、パソコンって重いねん、マジで。なんやけど、なんかそのパソコンいつでもね、編集をこうちょっと空き時間にできるようにと思ってね、持ち歩いてるわけなんですけど、そうするとやっぱね、持ち歩いてないと落ち着かなくなってきた。スマホになってる。スマホ状態。そう、スマホ状態、ほんまにそう。何だってこの間さ、 USB にもパソコン持ってたもんね。ユニバー行った時もカメラも持ってんの。そう、結構荷物あった中でさらにパソコン持ってってから、普通にあの日だって帰って速攻寝たから。え、だから私の心残り、大阪旅行の心残り言います。551食べれなかった。あー、食べなかったね。マジで551食べなかった、ほんまに悔しい。1日目結構疲れてたもん、うん、っていうか普通に食べ企画をした後にそんな551なんか食べれるわけがなかった。全然お腹空いてなかった。そもそもそんな状態で食べたら罰ゲーム。だからまあ食べなくてよかったんけど、次もし大阪がいいね、行く機会があるとしたら551食べたい。うん、551美味しい。美味しい。お土産買えばよかった。いや、ほんまそれやん。なんだよ、缶詰買ってる場合じゃなかった。あー、1時間早っ。1時間経過しました。できました。すごっ。ぴったりやん。トークのなさ大丈夫って感じやけど、まあでも1時間しっかり喋りましたね。カシディ、右がスチュワート、左がボブ、うん、そしてこのクマがティム。ティム、こんなにアイテムが余ります。余ります。どんな1年でした2020年。2020年はね、まあコロナウイルスとかね、いろいろありましたけれども、まあ、YouTube を始めましたね。そうなんですよ、 YouTube を始めて、うん、まさか12月までね、やっているとは。すごいよ、もう10ヶ月をやってるの。しかも週2回動画上げてる。すごいよ。お互いのこう
一人動画みたいなねのをね上げていくというか、まあ、主に私だと思うんですけれども、まあ、一人動画を上げていくというスタイルもちょっと試していきたいなと思っているので、まあ、二人いないこともあるかもしれないんですけども、そういうのも楽しみに見ていただければと思います。はい、2020年もすごく楽しい1年だったってことです。素敵、なんそれいいこと言うね毎日を楽しく来たら1年も楽しくなるから、うんうんうん、みんなもそうやって生きていこう。そうだね。ということで私はできるだけ関西弁をね取り入れたトークができるようにしていきます。反省してください。反省します。待って1時間トークで後半全然関西弁じゃなかったやめてバレてなかったじゃあ皆様良いお年を。すごい。いやいや、もうなんていい人なんだろうと思いましたさようなら以上、クリスタンところでした。チャンネル登録よろしくです。バイバーイ。 We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.